ロッキーズ1、2ドジャース、29日、デンバー、ドジャースの大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦に、1番、指名打者で出場し、4打数1安打1盗塁。打率、310で首位打者奪回ならず、逆転三冠王は実現しなかったが、リーグを独走する54本塁打、130打点を記録し、 2年連続キング自身初の打点王で日本選手初の2冠トリプル3を達成した。この日は8回に右前打を放って連続安打試合を12に伸ばし、59盗塁目となる2投に成功。本塁打と合わせ54から59を達成した。見せ場は3打席無安打で迎えた8回1死1塁の打席だ。カウント1、1から低め159キロ直球を振り抜くと、 時速178キロの高速打球が右前に達した。17日のマーリンズ戦から継続している連続安打試合を12に伸ばすと、2層のホシュバーンズとダブルスチールを成功させ、自身は大台にあと1とした。チームは相手投手のボークで勝ち越し点を奪った。試合開始前の時点で首位打者のアライス、パドレス、とは4輪差。 首位打者奪回からの逆転三冠王に注目が集まったが、6回を終えた時点で3打席無安打。一方のアライスは6回の打席で二塁打を放ち、2年連続200安打に到達。打率314とし、3年連続タイトルに大きく前進した後、6回の守備で交代した。大谷の逆転は絶望的となった。